腰椎麻酔、ヤコ尾線を参考にする。ヤコ尾線とは、左右の腸骨量の最高点を結んだ線のこと。腰椎潜子や、腰椎麻酔を安全に行うための基準となる。脊髄は、腰椎1番もしくは2番の位置で、脊髄塩水となり、その後は、アリー糸という細い構造物となる。ヤコ尾線は、腰椎の4番程度の位置にある。終わり糸は、 髪の毛より少し太い程度の構造物が脳脊髄液に浮いているような状態であるため、針を刺した場合、針を避け傷つける可能性は極めて低く、ヤコビ線より下方で針を刺すことにより安全に、腰椎穿刺や腰椎麻酔を行うことができる。臨床的に重要なラインである。ただ、妊婦に関しては妊娠中は腰椎前腕が高度になるため、ヤコビ線のみに依存した診断は、 不正確になる場合があることも指摘されている。AB 解剖実習の手引きナムサンド発行 ISBN978 から4から 525103118ABC カラーズ外人体の正常構造と、機能全10巻縮冊版日本一新信奉者。発行 ISBN978 から47億8493万1781。 ウルトラサウンドアセスメントオブザワータブリルレベルオブザインタークリスタルラインインプレグナンシー インターナショナルアネステジアリサーチソサイティ、Society, http コロンスラッシュスラッシュ www.anesthsia-analgesia.org スラッシュコンテントスラッシュ113スラッシュ3スラッシュ 559.abstrac tnilh11 年10月4日閲覧ありがとうございます。